今日は二十七回目の繊維工業です。今回はま繊維工業の特徴を確認していきましょう。はいまず繊維工業は産業革命の際に中心となった工業ですね。特に綿工業が産業革命の時に中心となりました。 産業革命はもう繊維工業を指すと言っても過言ではないです日本も最初は工業が発達していくとき一番最初は繊維工業が発達しました戦前は生産と生,生産と輸出で主要な産業でした歴史の勉強で明治時代の輸出輸入とか えー、そういったグラフを、えー、中学生の時とか見たことある人はいると思うんですけど、まあ、それを見ても、えー、輸出に、えー、たくさんキートが入っていたりとか、えー、そういったことからも、えー、繊維工業は非常に重要な産業であったということがわかります、えー。現在も発展途上国が工工業業化化する際、えー、これから工業化していいくよっていう時にまずは 繊維工業から始まるというところが多いですね、えー、最近ではベトナムなんかも、えー、結構日本人が着てる服メイドインベトナムとかメイドインマレー,マレーシアはまあ工業化しちゃってるけど、まあ、そういう発展途上国の、えー、繊維工業っていうのも、えー、まあ工業化の第一歩としてあるっていうことを抑えられるといいと思います。 えー、ただ、えー、最近ですね2000年代以降は、えー、天然繊維よりも化学繊維の方が生産量が上回っています、まあ、これ天然繊維化学繊維って何だっていう話になると思うのでまあ,あ、まあ、とりあえず近年は、えー、天然繊維を使っているってものは、えー、高,級と高級品としての需要が増えている。 普通の一般の品としては需要はないけど高級な品としての需要は増えていますね。でその繊維って何だ天然繊維化学繊維って何だよっていう話については一応確認しておくと、えー、天然繊維っていうのは綿とか絹、えー、毛、まあ、羊毛ですね羊の毛であと朝麻こういったものを天然繊維っていうふうに 読んでいます、えー、綿の服っていうのはやっぱり夏になると乾きが悪くて汗っかきの人だとなかなか綿は着づらいだから最近だとナイロンとか、えー、そういったものナイロン製の服とかアクリルアクリル製の服ってあんまり着かないけどそういうものが、えー、だんだん生産量が増えてきています、えー、だんだん新しい繊維の開発も進んでいて まあ、炭素繊維なんかは、え繊、ー、維品ってなんか、服とかそういうものだけだと思ってるけど、炭素繊維ってのは、飛行機の機体なんかにも使われたり、えー、そこまで発展したりもしています。あとはアクリルなんかも最近は、あのー、なんだ、授業やるときとかに、えっ、ー、と、あとお店とかで、 あの飛沫が飛ばないようにつってアクリルを置いてるところもありますねなのでまた化学繊維の需要,需要って増えるんじゃないかなっていうふうに思いますではまず、えー、繊維工業、えー、順番に見ていくんですけど最初は綿織物工業から見ていきます、えー、綿織物工業を見ていく時はまあ綿原料となる綿花がどこら辺で作ってるかそしてそれを紡いで糸をどれぐらい作っているか でさらにそれから作った綿織物をどこが、えー、作っているかっていうのを見ていきたいんですけどまあこれをパッと見た感じ中国がい,いてインドがいてパキスタンがいてっていうことで綿花、まあ、がたくさん取れる国はもう麺紙もたくさん作ってさらに綿織物もたくさん作っているよっていう、えー、そういう傾向が見られます。 特に綿紙なんていうのは中国が世界の72%の生産量を誇っています。綿、え、花、ー、の輸出量が多いのがアメリカ、輸入量が多いのは中国っていうのを抑えられるといいと思います。中国は綿花の生産量だとインドに次いで2番目なんですけど、綿紙の生産量になると、 糸、えー、の生産量になると、えー、72%も誇るってことはこれ輸入しないとインドに勝てないですよねた,ただ綿花から綿紙作るのにそんな綿花を何倍にできる技術はないのでまあアメリカとかいろんな国から、えー、中国ら輸入して、えー、インドを上回る綿紙、えー、を作っていますはいで綿織物工業は第二次大戦前は イギリスとか日本が主要な生産国でした。戦後、綿花の生産国ですね、インドとか中国とかで綿花をいっぱい作ってたので、その生産地で原料立地型って言えばいいんですかね、工業のあれだと、そういうところに生産の中心が移っていきました。 逆にイギリスとか日本っていうのはもっと儲かるような機械工業とか重化学工業とかそっちを進めていったってことですね。資本が大量にあったので。えーまあ、特にインドと中国で生産量が急増しましたよっていうことで、えーまあ。やっぱり衣服、衣類っていうのは生活必需品なので人口の多い国では当然、当然、 生産を増やさないとみんな着るものなくなっちゃう同じものを着てたらやっぱり衛生的にも良くないので、えー、そういった生活必需品っていうのはやっぱり人口多い国は自分たちの国を支える上で大事になってきます続いて毛織物産業ですねなんか矢印出ちゃってるんですけど気にしないでください、えー、毛織物原料は羊毛ですね 羊毛だとまあ、中国が一番取ってるんですけど、まあ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリスとかが、えー、2、3、4に入ってきます、えー、まあ輸出量が多いのがオーストラリア、ニュージーランドで輸入量は中国が多いまあ輸入は中国が多いっていうのは綿、えー、織物と一緒ですねで毛織物、えー、あ毛糸,毛糸、えー から羊毛を紡いだものはどこかいっぱい作っているかというと,、えー、と中国、イタリア、トルコ、インド、ニュージーランドということになって、まあ、オーストラリア、ニュージーランド羊毛はたくさん取るんだけど、まあ、それをあまり自分のところで糸にしているのではなくて、えー、輸出して、えー、中国とかイタリアとかトルコとか、えー、そういったところで糸、えー、にされている。 そういうのが毛織物産業の特徴,的で特徴的なところですね。綿織物とはちょっと違いますね。で毛織物をどこが作るかっていうとまたさらにトルコとかイランとかが増えてくるんですね。だから中国で糸作ってもあんまりその中国国内で作っているっていうわけでもないんですね。まあ、このちょっと統計が本当にこれで合ってるのかっていうのは自分自信ないんですけど。 データブックから取、えー、ってるんで、まあ、正しいと思います。まあ、傾向としては、このオーストラリア、ニュージーランドっていう南半球の国で取って、えー、糸にするときは北半球まで運んでるんですね、中国、イタリア、トルコ。えー、羊毛まあ軽いので、そんなに輸送にコストはかからないんですね。で、さらにトルコ、イラン、チェコっていう。 まあ、トルコとかイランっていうのはまあ結構民族的になんかあのいろいろ絨毯とかを作ったりとかでそういったじ需要が大きいところでええー、物ものって生産されているんだなっていうのがえー、ここからわかると思いますそうですね宗教や民族の衣服とかまあ絨毯とかそういったものですね 原料となる羊毛は南半球で生産量が多くて、えー、加工するのは北半球の消費地の近いところ。はい。えー、じゃあ、木の織物産業を続いて見ていきます。えー、木の織物の原料は繭ですね。繭中国がトップです。まあ、中国は昔からシルクロードって言われるぐらいなので、まあ、当然、繭の生産量は多いですね。 でそれの最終的なものが機能織物になるわけですね。間にキートを挟むんですけど、キートの生産量っていうデータを見つけられなかったんでちょっと割愛しました。機能織物になるとロシアとかベラルーシとか、えー、そういったところが入ってきますね。でまあベトナムっていうのはだんだん最近繊維産業が伸びているのでそういったところで作られるし、イタリアはやっぱりファッションの中心が えー、イタリアなんてのもありますよねなので、えー、そういった高級な、えー、高級な洋服とか、えー、絹で作った高級なもの、えー、そういった点からイタリアが5位に入ってくるのかなっていうふうに思います、えー、ちなみにキーとそのこの中間性中間物ですねの輸出は中国が多くて、まあ、眉をそのまま 生糸にしてそれをたくさん輸出しているってことですね中国はで輸入はカタールがかなり多いですねかなり多かったですまあ地図を別のところに載せているのでそのリンクを貼っておくのでそれを見ていただければと思いますで、まあ、眉から生糸を取って木の織物に加工するのが、まあ、木の織物産業だよっていうことですね 中国が木の織物の9割近くを生産しています。2014年では。これからまあベトナムとかが伸びていくかもしれませんね。はい、続いて化学繊維の方ですね。化学繊維は、えー、生産量、やっぱり中国が一番。そしてインド、インドネシア、アメリカ、台湾っていうふうに続いています。まあ、19世紀にレイオンができて、まあ、1930年代にナイロン、 ナイロン66かなが発明されて生産が開始されました化学繊維っていうのは、えー、まあそれなりに化学の技術がないとできないのであとはお金が資本がいるのでまあ先進工業国で発達しています発達していきましたって言った方がいいかな最近中国インドが多いので 近年炭素繊維が注目されていて飛行機の機体なんかにも使われています。はい、ということで今回綿織物から順番に見てきましたが綿織物は原料が取れるところでそのまま作る。で、えー、次の、えー、毛織物工業は原料は南半球でたくさん取れるのでそれを北半球に運んで えー、糸にしてさらに毛、えー、織物にしているんだっていうのが分かりましたそして、えー、木織物になると、えー、やっぱり中国がシルクロードって言われるだけあってたくさん取ってるんですけどまあ高級品ってこともあって、えー、木織物の生産になるとイタリアとかが入ってくるよっていう特徴が見られました、えー、製品やっぱり、えー、生活必需品になるので、えー、人口の多い ところででは安くく生産できる麺織物なんててのがやっぱり伸びていくただ、えー、高級品である絹織物になると、そういったところよりも、えー、高級なものを求めているようなところであったり、ま、宗教とか民族色が強いところで、えー、生産が多くなったりしているという特徴がありました、えー。今回は以上で終わります。